ごと一発始めます、今日はサクサクいきたいと思ってます。で、今日なんでこのね緑のジャケットを着てるかというと、今俺は風呂上がりなんですよ。風呂上がってマジ10秒ぐらいしか経ってない。だから下はノーパンです。やめてください、捕まっちゃうよ。へっじゃなくて、ベルディがさ、今日優勝したんで、優勝したっていうか、まあ、J1 プレイオフ最後の1枚の切符をかけて、まあ、アシミテスパルスと戦ってたんだけど、そこで、まあ、先制点は取られたものの、見事、90分過ぎかな。うん。そこで、ペナルティーエリアの中で、ソメノが倒されて、PK ゲッツ。で、倒されたソメノがそのままぶち込んで1対1の同点で、ホームアドバンテージで同点でも、J リーグのシーズンを3位で終えた、4位で終えた清水よりも1ランク上にいたっていうホームアドバンテージ適用で、ヴェルディ16年ぶり J1 復帰と。ふぅ、おめでとうございます。いやー、本当に長かったよな、絶対。うん。ヴェルディサポーターの人、まあヴェルディ関係者、ヴェルディの元選手とか、長かったよな。いや、本当だから、1年とかで帰れる岩田とかは、何なんだろうね。すごいとしか言いようがないよね。補強なしで。で、ヴェルディ、まあ1点先取点取られたんだけど、それはちょうど見てなくて、前半は全部見てたんだけど、後半ちょっと見れてなくて、ほんと35分ぐらいのところから見たんだから、後半っていうか、まあトータルで言うと70分ぐらいのところで、あれ?みたいな。1点入れられてるぞ、みたいな。うん。とこから見たんだけど、その1点、清水が1点取ったのも PK なんだよね。で、これはハンド。で、それを、まあ、ハンドしちゃったのが、まあ、ヴェルディの7番。まあ、アカデミーからずっといる森田。うん。だったんだよね。もうキャプテンで、本当に動き良くて、サッカーすげえうまいなとか思ってて、ずっとここ何ヶ月か森田ってずっと俺は言ってたんだよ、うん、で彼がまあそういうハンドしちゃったんだけど、うん、だけどさ、まあ一応、まあ、ヒーローインタビューは染野なんだけど、その後キャプテンちょっと一言みたいな時にさ、そのインタビュアーっていうのが女性なんだけど、鋭いこと言うのよ。で森田はもう泣いちゃってて、もう喋れない、何万人ものお客さんが見てる中で J1 の切符をつかみました、今の気持ちをどうぞみたいな、嬉しいですぐらいしか言えない、そうだよなみたいな、うん、で何かしら引っ張らないといけないと思うんだよね、言葉を森田の口からなんか感動的な、うん、だけどアナウンサーの人っていうか、まあインタビュアーっていうのはなんかね、泣いてる人をインタビューするときもっと泣かしてやろうみたいな、そういう考えなんじゃないかなと思ってて、それで観点がすごいね。今日国立競技場でボールボーイっつってさ、そのピッチコートの周りを少年たちが、うん、ボールがペーンとか飛んでっちゃったら、はーいとか言って渡す役目、うん、ボールボーイをヴェルディのアカデミーの子たちがやってました。その子たちの前で J1 復帰を果たした今の気持ちはどうですかとか、いやで、森田もそのヴェルディのアカデミー出身だから、まあ、そういうのをやってたんだよ、ね、っていうかそんな時のことを思い出しちゃったらもっともっと泣けてくんじゃねえかみたいな、そういうこと言うんだから、
意地悪だよな。いやだけど本当にもう何も言えなくてすいませんみたいに言ってたけど、だけどJ1 行っても応援してくださいって、まあ素晴らしいよな。だからまあなんか清水が嫌いとかは全然なくて、俺は J リーグがマジで好きなんだよ。これは言えちゃう。うん、大好きなの。誰よりとかじゃない。俺が大好きなの。うん、で去年清水があれだよ、札幌ドームかなんかでコンサドーレと J1 やってて最終節かなんかで負けちゃったんだっけ。それで降格が決まった時の清水サポーターの、まあ俺からすりゃ少年、まあ18歳ぐらいとかかな、まあ20歳ぐらい前後の子が、ふざけんなよみたいな、悔しいよみたいな、 YouTube で動画やってたんだよ。で絶対1年で帰ってくるからとか言っちゃって、ああそういうなんかサポーターの気持ちいいなみたいな、かっこいいなとか思ってた。でその子はまあ今日も多分言ってたんだろうけどさ、まあ、その子の動画また出してんのかなとか、そしたらなんか清水サポーターで本当にエスパルスが好きな人で、エスパルスおじさんとかいうのがいるのかわかんないけど、なんかそんなのが YouTube サクサクやってたら出てきて、でその人もなんか今日の気持ちみたいなやってたんだけど、いやその人はまあ僕は今日は泣いてませんみたいな、なんかかっこよかったんだよね。だけど来年チームが変わってもっていうか、まあメンバーが変わっても、出るやつ入るやつ変わっても俺は応援するんだみたいな、清水を応援するんだみたいな、かっこいいこと言っててさ、いやそういうのいいなとかさ。で海も言ってたんだけど、その自分たちのサッカーを見て、それでまあ今回その ACL の国立の話なんだけど、あの J リーグ連合軍っていうのがいてさ、で普段はいろいろなまあレッズとかね、フロンターレとかのマリノスとかさ、もう J2 とかさ、あの岐阜とかさ、いっぱいいたんだけど、見に来てる人がさ、その中に、J2 からJ3 に行っちゃうのか、金沢サポーターもう来てたん、国立に、あの第3戦メルボルン戦1万5千人入ってやつ、でそのサポーターの、金沢サポーターの子が次の日、あの試合が水曜、木曜、俺が江戸川区平井にあるとんかつパンパンに朝行った、8時半頃かなんかで、ドア開けようと思ったらそこに手紙が1枚刺さってて、うわとか言って、怖い怖い怖いとか言って、あの最近 Google でうちの店のことさ、夜やってねえよとかって書いたリオってやつがいるんだけどさ、そいつ来ちゃったかみたいな、そいつがなんか殺害予告でも書いてんのかみたいな、オープンオープンみたいな、何この手紙みたいな、ピッて、だけど俺そういうの見ちゃうからピッて、そしたらノートをきれいに切った感じでさ書いてあるの、殴り書きっていうかちょっと字汚いんだけど、昨日の試合見に行ってました、3対3ちょっと悔しかったですけど、あの最終戦勝てば1位通過ができると思うんで、あのぜひタイでもあのタイに行って最終節勝ってグループステージ突破してくださいみたいな、金沢サポーターよりとか、
江戸川区平井のとんかつパンパンのこと刺してる。え、怖い怖い怖いとか言って。だけど俺それ見て超ビビって、そのノートがまあこんぐらいあったら半分ぐらい書いてあって、で半分空白だったから、そこにうおーとか言って超ビビったよっつって。だけど超嬉しいから、今度金沢のユニフォーム着て遊びに来てくださいって、とんかつをご馳走しますって書いてで、それを店の外からでも見えるようなところにバチンって貼ってあるから、だからぜひ金沢サポーターの彼ね、ぜひとんかつパンパン遊び来てください、ご馳走しますんでっていう話をオミにしたの。おーとか言って超ビビっちゃったんだけどみたいな、木曜日の朝速攻おーいとか言ってやべえぞとか言って、そしたらそう、そこであいつがオミがなんかそうやってその自分たちのサッカーのゲームを見て、で普段だったら仲良くなるわけないんだよね、金沢サポーターと甲府のサポーターがいきなり、それも江戸川区平井っていう超謎の場所で、お互いのホームタウンでもないところで巡り合って、それで俺は嬉しくなってとんかつをご馳走するとか、そういったねとこに発展するっていうか、そういう出会いがあったっていうのはなんか嬉しいっすよみたいな、マジかみたいな、いやそうだよなとか思って、で感動しちゃってたんだけど、そしたら今日まあほんとさっきだよね、土曜日、6時から8時までやってんだけど、6時半ぐらいかな、最初6時すぐに女の子2人が来て、女子大生2人がそれで食べてて、でその子たちすげえなんか喋ってる内容がまあ女の子だなみたいな話してて、でそれ聞きながら俺も爆笑とかしちゃったんだけど、もうなんかその子たちが話してるなんかテンポとかなんか言葉とか、あーそれなーとか言って、それなーやっぱ使うんだとか思って、でなんかねやっぱり女の子はやっぱりあれだよな、やっぱ絶対どっかでそこにいない女の子の話が出てくるよな、本当に、やっぱ美咲ちゃんはそこにいないね、架空だけど、架空っていうか名前忘れちゃったから適当に言うんだけど、その二人じゃないやつがやっぱり共通の友達の美咲ちゃんはさ、やっぱ 2.5 次元走っちゃってっからやばいよねとか言って 2.5 次元ってなんだろうとか思って、アニメとか漫画とかネットの中のなんか生き物なのかな、に金ぶっこんじゃってやばいよねとか言って、それで私4万貸してんだけど美咲ちゃんにみたいな、だけど美咲ちゃん返してくんないんだよなとか言って、で美咲ちゃんだけどさちょっと前誰々ちゃんとさ居酒屋とか行ってるじゃん、そこ行く金あるんだったら私にまず返せみたいなとかしてて、いいなーとか思ってる。あとサークル入ったみたいな、話とかしてたりで、大学今2年か3年ぐらいのかな、あだけどサークルやっぱ 入ろうとは思ったんだけど、だけど私たちが大学入学した時、まあ世の中さとか言ってコロってたじゃんとか言ってコロナのことコロってたとか
コロってたじゃんとか言って、だからあそこの場面でみたいな、なんかいい男と出会えるっていう可能性は薄いんじゃないかなって判断のもとみたいな、サークル入んなかったとだし、なんか活動っつっても飲み会メインっていうか、まあ、やっちゃうやらないみたいのが激しいんじゃないかなと思って入んなかったとか言って、リアルーとか思ってた。もうその時吹いちゃったよね。まあそんな話をしてたら、そう6時半ぐらいに外国人の、あれはまあそれも高校生か大学生ぐらいの子だな、ベーンとか入ってきてさ、あーつって、もう俺外国人来たらもう本当に俺のもう英語スキルみたいのがもう発動するんだよね。ピリーみたいな、イングリッシュオーケーみたいな、うん、だから、Do you from country? みたいな、もう最初そっから行く、For country? みたいな、オーストラリア、オーストラリアみたいな、おー、いや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 、2 months ago、September, yeah, my, Melbourne City, flights, yeah, soccer, watch とか言ったら、うおーみたいな、メルボルン行ってたんだみたいな、通じちゃって、うん、で、その5人の5 men, 5 boys がいた時、来た時、2ガールは、いたんですよ。だからちょっとお前たち英語でやれねえのかみたいな言ったら、いや私たちは英語を見てそれを訳してとかそういうのはできるけどスピーチは無理みたいな、うん、トーク無理みたいな、うん、あと言ってることを聞いて理解することはできるけどこっちからのこのアンサーとかは無理よみたいな、なんだ使えねえなと思って、うん、だからもう自分で行くしかないと思って、で俺は英語とかは、そんな、speak English so much go good ではないんだけど、うん、めちゃめちゃディフィカルトなんだけど俺はジェスチャーとかでいけるからっつって、見とけっつって、うん、watch me っつって、うん、やったの。そしたらさ、なんかやっぱそのこいつ喋れねえなって多分分かってんだよな、オーストラリア人5人はこいつ何無理してるみたいな、だけど頑張ってるみたいな、うん、それをめちゃめちゃ高く評価された、うん、Yeah, free drink, yeah, Japanese tea, 麦茶、soda water, Free drink, Japanese tea, soda? どう？うううとか言ってたらさ、さあ、ソーダ、ノンシュガーとか言ってくんの。だから、うん、うん、サイダー、ノンシュガー、ノー、つって。そしたら、three, ソーダ、two, Japanese tea, みたいな。おー、みたいな。多分、あいつらからしたらな、小学生に話しかけてるみたいな。うん、感じなんだろうな、44歳のだけどやってた。それでニャンワンワンとか言って、でメニュー見て、でやっぱ写真つけてるっていうな、 this とか言って、特上閉じない画像なんだよやっぱりみたいな、うん、いや頑張るよみたいな、うん、で5個作って出して、でみんな超食って、チョップスティックでこうやって、ジャパニーズ、豚汁、味噌スープ、で飲んでやってさ、そしたらみんな綺麗に食べてさ、それでごちそうさまでしたとか言っちゃってんのマジかよみたいな、Thank you, very thank you とか言って、それで、ピクチャー OK っつって、 OK とか言って、トンカツとか言って、で撮ってさ、で撮ったんだけど、そしたら家帰ってきて Google
から知らせが来るのね。あの、うちに書き込みがあったとか、とんかつパンパンに書き込みがありましたよ、みたいな。なんだと思って。またあのバカリオが、お前調子こいて、またなんかやってんのかなと思って。で、パッて見たら、もう外国人の名前で、で、なんか、翻訳しますかみたいな。で、プチッと歌ったら、いや、僕たちはこの国に来て決めてたんです、みたいな。ここに行くって、みたいな。もう超チェックしてた、みたいな。で、その子たち、ホテル聞いたら秋葉原だったんだけど、まあ、秋葉原に、そうだね、今日はガラガラ持ってなかったから、秋葉原にチェックインして、おい、飯行くぞ、みたいな。そしたら、総武線、トレイン乗って行くぞ、みたいな。それで、開いて、なんだ、みたいな。で、来て、だから、Google マップとかで来て、それで、行ったんだ、みたいな。そしたら、料理の味は、まあ、翻訳だからちょっと日本語が下手っていうか、料理の味は10点中10点だ、みたいな。パーフェクトみたいな。半端ねえ、みたいな。で、これが毎日食べれるんだったら、毎日食べたい。めちゃくちゃうまいと書いてあるの。それで、最後に、ここのオーナーは、めちゃくちゃいい人で親切だって書いてある。ナイスボーイ、ナイスボーイ。ベリベリナイス、ハンサム。ハンサム、ハンサム英語かな、わかんねえな。そういうの書かれてさ、あ、嬉しいなとか思って。だからもうインバウンドな店になってきてね。インバウンドショップだよね。外国人来ちゃうよみたいな。いや、マジ来まくるから。やっべやっべみたいな。ゾーン入ったみたいな。完全に来てる。だからさ、バカ、バカ、バカなやつがさ、夜やってないっすよ、夜で注意してください、言っていいとか言って、バカが言ってるのは、まあ、古仕方で、まあ、そういうやつからは、まあ、怒りというか、あ、バカだな、みたいな。あ、こいつ人生かわいそう、みたいな。頑張ってー、みたいな。しか思わないけど、そういう5点とか、海外から来てくれて、それ日本だよ。日本、海外から来て、で、東京じゃん、一応、の中で、お前飲食店何万件あんだよ、みたいな。その中からチョイスして、とんかつ屋、とんかつ屋だけでも、そのカテゴリーの中でも、お前何チームあんのっていう。その中からうちチョイスして、来てくれると。半端なくね。それで5点つけて、店員親切みたいな、オーナー最強みたいな、うぅふぅみたいな。だから、なんだろう。俺書いてとか言ってないの。書いてって多分英語で言えないね。Google マップ、トゥースマガジン？口コミってなんて言うんだよ。トゥースマージンポイントファイブスターグッドみたいなの分かんねえから言えねえの。あんなやんなくても。だから分かるやつには分かるっていう、まあ、それがもう良かった本当に。だから今日帰ってきて、まあなんか飯とかあったんだけど、まあそんなのいいみたいな、まずこれだろみたいな、話したいみたいな、みんなに感じてもらいたいみたいな、で喋っちゃいました。だからそうね、だから今日案外嬉しいこといっぱいあったかなっていう、と昼も激込みで、なんだろう、すごい売り上げ良かったなみたいな、だけどなんだろうな、うまい言葉で言うと、背と腹は変えられない。まあどんなにいいお客さんが来てくれても売り上げが立たなかったらダメだよねみたいなのはあるよな。だから今日は素晴らしいナイスなお客さんが来てくれて、うちのとんかつを美味しいってみんな言ってくれて、でなおかつ売り上げも立ったっていう、もう本当に最強のワンデーでした。これだけど
本当にやっぱそこを積み重ねていくしかないよなとか思ってて、でまあ結局俺が今やってることは、うん、高い肉を仕入れてみんなに安く提供するっていう、うん、それしかしてないんだよね。だからまあそれがいい経営者とは思わないし、やっぱ金稼ぎたい人はいかに安い肉を高く売るかっていう考えてる人もいて、まあ、その人が成功してるっていうパターンもあるから、普通にとか俺と同じ肉を仕入れて、俺はなんだ地位も名誉もない、まだ始まったばっかりのとんかつ屋だから特上定食2200円ですと、だけどもう有名で地位も名誉もあってミシュランとか選ばれてるっていう店とかは、まあ、倍の4400円で売ってますよみたいなところもあるわけよ、本当に実際、うん、だからそういう商売も全然いいと思うし、だけど俺は今はそんなタイトルとかも取ったこともないし、ただちょっと TikTok、インスタとかその SNS 界隈でバズって、一発二発バズったぐらいなんで、だから全然自分のやってることはまだまだだなって、うん、だけど喜んでくれる人がいるから続けられるのかなっていうところがあって、だから俺は来年もとんかつ屋やるし、もしかしたら店舗も増やすかもしれない、うん、だってこんな喜んでくれるのって奇跡だもん。今まで本当に12年13年飲食やってきて、こんな毎日新しいお客さんが、それも海外からねとか来てくれて美味しいって、この美味しいもらうのマジで飲食店やってるやつらなら嬉しくなる言葉なんだよね、うん、それをさそうやって言われちゃうとやめられないかなっていう、うん、だからタイトル取るまではまあ年またごうが1月から値上げとか、まあ、みんな考えてると思うんだけど、ちょっとできねえかなっていう、うん、俺はもう高いものを仕入れて安く売って安く出して、うん、それで生きていければいいかなっていうか、生きていけないんだよね今実は、うん、利益が、うん、それで補えてないっていうか、ほんとギリギリの値段でやってるから、うん、ギリギリっていうかギリギリじゃないんで、マイナスなんだよねやってること、うん、だから今本当に12月40万ぐらいかな、正確には借金したんね、だからそうパンクしちゃうんだよ。だから俺がこのままだったら4月ぐらいにはパンクしちゃうね、うん、だからそれ以上にお客さんが来てくれるかタイトル取るかとか、うん、しないとうちの店は、まあ、潰れるな、うん、まあ潰れる前に、まあ値上げはしたくねえな、うん、まあだからどうにか、うん、頑張ろう、頑張るようにする、うん、絶対この美味しいって言われてる店は、まあ、潰せねえなって思って、うん、低温調理してさ、安い肉低温調理してさ、分厚いですとか言って
出す商売もう素晴らしい、うん、利益すごいしいいよ、けど、うん、俺は違うんだよね、うん、俺は生肉、うん、低温調理しない生肉の銘柄、今は、まあ、米沢の一番娘と淡路島の琥珀で、うん、この二枚看板でどうにか、うん、東京で、うん、ランクインしたいなっていう、まあ、ここにかけてんだけどね。だけどパンクする前にもう一店舗出してそっちも爆発させるっていう2発のダブルエンジンで行けばそれは免れるんだよね、うん、パンクっていうのは、うん、だからもしかしたらまあ2店舗目が来年早々できるかもしれない、うん、候補地としてはずっと消えないのが山梨県甲府、まあ、そこでとんかつやりたいなっていうのがちょっと俺の中にはある。あとは、まあ、東京のど真ん中とかは全然考えてなくて、あとは自分の地元である千葉県市川市か、あとは今のところ都内はなくてカナダ、うん、は話がもう1ミリずつだけど動いてる、それはちょっと実現するのかなっていうか、もうカナダには種はまいてるから、うん、まあ根っこが見えてる、うん、だから種まいて根っこ見えたら勝ちだからな、うん、ほぼほぼ、うん、まあ今根っこみたいなのが見えてる状態です。な感じで、あとそうだ、国立の試合終わった次の日、甲府サポーターの人がまあ2人で来てくれて、まあ当然泊まってるところはさ平井なわけじゃないよ、絶対に信濃町とか千駄ヶ谷でサッカーやって、まあねえ新宿から海事あずさとか乗って帰るんだから、まあ新宿だったかもしれない。なのに総武線乗って朝来てくれて、なんかロースカツサンド美味しそうだったんで来ちゃいましたみたいな、 YouTube 見てますとか言って、ありがてぃー、ありがてぃす、ありがてぃす。でその人たちにもねちょっと分厚いねロースカツサンドをテイクアウトしてもらいましたけど、どうだったかなみたいな、帰りのね海事あずさとかで食べながら帰ったのかなと。まあどこにも負けない自信あるんで、うちのロースカツサンドは、うん、で甲府のサポーターのさっちゃんとかが国立で19個持ってきてくださいなんてすげえもう助かること言ってくれちゃって、まあ、夜の営業なかったんでそこで売り上げ作れて本当にもう命救われたなっていうな人がいたり、まあ、甲府のねその人たちってなんかマジで県民性というか優しいんだよね本当に。だからそういう優しい人たちがいる街で勝ち飛ばしたいなっていうのがまあなんか俺の気持ち、うん、なんでまあ今後の出店とかも楽しみにしてください。だけどまあ今はまず自分の今江戸川区平井にあるとんかつパンパンをさらに繁盛させて、で自分の借金をちょっとでもなくすというか、うん、パンクしないように経営して、それで2号店を構えられたらなとか思ってるんで、皆さんちょっと応援よろしくお願いし、ロースここはロースだぜみたいな、まあこんな感じでまあまあいい感じでやってんなっていうか、まあ毎日ビシビシと楽しみに感じてんなみたいな、超楽しいっすみたいな感じで俺生きてるんで、まあ皆さんもまあちょっとでもね、あーこいつ元気いいなみたいな、俺も元気になりてみたいなつったら、俺こういう元気になる話案外多くやってるんで、
まあ、のぞきに来てください。よろしくお願いし、ロース、ここもロース。みたいな感じで、また明日会いましょう。